なめこ全種類コンプリート、見てくれなめこ全種類コンプリート。今回ねマジ神だったわ。俺の黄金の左腕の左手による、左指による、この黄金、もう意味はわかんないけど、黄金の回しによりなめこ全種類コンプリートした。まずメンツがね神で、今回まずね、まずこのカブトムシ、このカブトムシがいるという奇跡、これ見て、ナメコに寄生されて目がいっちゃってるカブトムシ、これ目がねいっちゃってるから、ナメコにね寄生されてね、もうねいっちゃってるけれども、これ大好きだからさ、カブトムシ、名前もカブトムシだから、これそのままカブトムシな、もうナメコ図鑑でもカブトムシっていう名前で、こうすっげー好きなんだこいつね、カブトムシ。あとなんとね、このおーなんか来た、このな、このマッスルナメコ、このマッスルナメコ並みのマッスルなナメコがいて、なんとね、その名もナメコの山ごもりというね、山虫みたいなね、マッスルなナメコもいて、そいつもゲットしようというね、ナメコちょっと降ってきた、ベリアさん降ってきてちょっと吹っ飛ばされてるけど、そいつもゲットしたくてね、まあゲットしたんだよね。でシークレットがね、やたら熱いんだ。シークレットがなんとカエルナメコ、これ神でしょ、これ神でしょ。もう鬼ガエルの前にナメコカエル、ナメコガエルをゲットする喜び、いやー嬉しかったなマジで。でもねこれシークレットがもうなかなか出なくてね、もうね何回回したかな、もう何十回回したよ、もう本当にもう出なくて回しまくて、もう心折れてたの。でもねもう周りにいたみんなが応援してくれて、ガチャの前にゲーム機があったんだけど、なんかカードゲームね、だってさ、そのカードゲームをしてた子供たちがみんなね、俺のところに集まってきて、頑張れって応援してくれたの。いやーもうこれね、頑張るしかねえ。ここで逃げたら、大人は逃げるもんだと思われるじゃん。だから頑張ってさ、もう出るまで回したらと思って、もうがっつり両替してきて、もう出るまでもなくなる前に全部回そうと思って、これ、全部回してなかったら、マジでもうね、泣こうと思って、もう泣いて今日酒飲んで寝ようと思ったんだけど、出て、帰る。もう出た瞬間の感動と喜び。もう一体になったからね、その場の空気が、やったぞみんな帰り出たぞすげーって、もうみんな盛り上がってさ、もうゲームそっちのけで盛り上がって、店員さんも、店員さんに帰り出ましたって言ったら、おめでとうございますって、もう満面のスマイル。店員さんも多分心の中で早く帰るこのバカとか持ってたんだろうけれども、もうね表面上めちゃくちゃ祝福してくれてさ、もう一体となってゲットしてきたカエルもいるというな。で、全種類コンプリートよ。もうこのシークレットが出なくて、カブトムシとね、あの、山ゴムリは結構簡単に出たんだけどさ、もうシークレットが出ない。もうほんと言ってなかった。もう泣きそうだったもん。ほんとにマジで。でも出たっつうことで早速ね、あげちゃおうか。このね、グリーンのやつ入ってるから、ちょっと待ってね。よっしゃーみんな、ショータイムだ。早速ね、あげちゃおうか。よっしゃ、やっぱね、最初はね、シークレットのカエルからでしょ。カエルで始まり。カエルで終わるというな。よっしゃあげるかカエル、いくぜ。やべえな、緊張してきた。カエル降臨、ドガジャン、あかねえな。おっつおっつ、きた、見てくれ、ドゥルドゥッツツールって、やべえ、めっちゃかわいいじゃねえか。おい頼むぜ、ちょっと待って、これもうやばいわ、やばいわ、これ神だわ、神レベルいってるわ、神レベル、ほほほほ、うわーこれかわいい、やべえな、ちょっと待って、なんか傷ついてね、あ、ゴミだった、よかった、泣きそうになった今。見てこのクオリティの高さ、やべえな、これをゲットするのにもうね、あーつらかった、ほんとにここ焦ったもんな、出ねえから、もしかしたら入ってねえんじゃねえかと思って、やばかったら、いやーいいね、カエルゲット、次これどんどん開けようぜ。よっしゃカエル、カエルちょっとねここにね、ポポッと、かわいすぎんな、見てくれカエル。で次はヤバムシがいいな、これなんだっけな、これから開けっか、あこれカブトムシだ、見てくれカブトムシ、カブトムシゲッツ、来たぞ。これもねまたねいいんだよ、これも欲しくてさ、いやでもねこれね、8回目くらい出たな、結構簡単出たよこれ。これも序盤で出たから結構楽勝だったんだけど、袋がちょっとね取れないけれど、まあね見てくれ、ザン、カブトムシ、いいね、これもクオリティ高いじゃん、
寄生されてね、目が赤くなってね。これ見てくれ、ナメコに寄生されるカブトムシ、生かすぜ、プライスレスだな。ということで、どんどん行こう、どんどん行こう。で、この黄色なんだっけな、黄色はね、あ、ちょっと待って、その前にあれな、ラインナップを紹介しなかったな。ラインナップはね、どうじゃん、見てくれ、ザン、こいつはマッスル、このマッスルがさ、欲しくてさ、ナメコの山ごもりで、カブトムシな、フォアグラナメコで、シークレットカエルナメコ、かわいすぎ、ダントツのかわいさでしょ。まあカブトムシも好きなんだけど、やっぱカエルだよな。あとマッソー、マッスルで、海水浴ナメコレア、あ、これレアなの。レアなんだな、これ。これも結構簡単出たな。で、サーファーナメコね。で、ナメコ、これめっちゃ出た、こいつ、こいつ鬼クソ出たぞ、ナメコ。まあこれがメンツっていうことで全部、あれ待てよ、 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4、 あるよな、あれ 1,2、 いや、あるはず、大丈夫大丈夫、ある。で、フォアグラナメコ、これも可愛いね、こいつも可愛いな。待て、開けるよ、よいしょ、ザン、見て、フォアグラです。ピント合わねえな、ちょっと待って、あ、まあ、これ使うか、これを後ろにね、なんか立てればね、ピントが合うんでね、かわいいね。カモ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 、おにぎり持ってるよ、かわいすぎんな、おい。いや、これもね、大好き、気に入ってる。で、次はこれいっちゃうか、これなんだろう、よっしゃ、バユン、これは、お、サーファーだ、サーファー、サーファーナメコ、サーファーナメコですよ、サーファーナメコ。これね、何がかわいいかって、サーフボードがナメコ仕様なんでね、いいね、かわいいぜ。でもチャラそうだな、このナメコ、このナメコチャラそうだな。いや、でもね、いや、いいね、かわいいね、こいつもめっちゃ出たわ、マジで。で、これなんだ、これは、よいしょ、あれ、これもサーファーだ、なんで2つなんだ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待って、あ、ビビった、あったあった、よかった、あったわ。ビビった、ないかと思った、焦ったわ、今。あったあったんで、これが、我らが、マッソウナメコ。見てくれ、このマッスルに引きを取らないマッスル。でけえ、でけえ、密相棒だ、密相棒。この筋肉見てくれ、筋肉。やべえな、おい。これ腕相撲かなり強いんじゃねえか、おい。やべえな。負けるかもな、本気出さんと。見てくれ、この筋肉。俺並みに腕くてえぞ、おい。お、待ってくれ、俺並みにくてえぞ。ダン。お、マジか。俺並みの太さじゃねえか、おい。やるな。お前、週7でジム行ってる、お前。あ、すっげえマッスルだわ。ダブルマッスル。デレン。いいね。かっけえマッスル。これ、携帯につけよう。いや、でも、つけたらボロボロになるからな。まあ、一回つけちゃうか。まあ、つけられてなんぼだよな、こういうのはな。つうことで、マッスルね。ナメコの山ごもり。で、あれ？ちょっと待って。ちょっと待ってくれよ。あと出てない、なんだ、ナメコと海水浴でな。一個足んねえ、あれ、ノーマルいないかも。この青いの確か海水浴が入ってる。ちょっと待ってくれ。待ってくれよ。これ海水浴でしょ？海水浴ナメコ、こいつも可愛いね。ちょっと待ってくれ。焦ってきた。ちょっと待ってくれよ。あれ、ちょっと待って、カバンの中に入ってるかも。ちょっと待ってね。ちょっとこれを出してから、ちょっと点検していこう。見て、海水浴ナメコ。いいね。こいつも大好き。かわいいね。レア、かっこレア。つうことで、ちょっと待ってね。あれ？足りねえよな、絶対。マッスルいるでしょ？あれ、こいついね、こいつ腐るほど出たのに。ちょっと待って、カバンの中かも。やっちまったぜ。待ってくれ。みんなやっちまったぞ、おい。ない。間違ってあげちゃった。やばい。やばい。多分これが2つあるから、俺これと間違ってあげちゃったかも。いや、でもまあ、ノーマルだから、ノーマルはこれいくらでも出るからさ、まあいいんだけど。うわ、マジか。あれ、でも俺絶対間違ってないはずなんだけど、あの色でさ分かれてたから、これこのグリーンのカエル入ってたし、青が海水浴入ってたでしょ。あれ間違ったかな、俺。
うわ俺としたことがマジか、この俺がミスを犯すとは。あ、マジか、マジでやべえ、やっちまったわ。まあいいや、しょうがない、もう一回ゲットしてくるわ、しょうがないから。いやでもノーマルはね、ほんと簡単出る、ほんとに多分ね、5回回したらねもう3回くらい出ると思うよこいつは。めちゃめちゃ出るから、うん、もうね、シークレットは出ねえぞ、マジで。本当に鬼だった、マジで。もうこいつ出た時の喜び、マジ泣いたもんな、マジで。もう嬉しくてなめこで泣く、26歳。いやもうほんと泣いたぞ、ほんとにマジで。まあでもね、ちょっとねミスったけれども、あ、ちょっと並べるか、ちょっと待って。最高だね、見てくれ。まあ全員集合ってわけにはいかなかったけれども、ちょっと初歩的なミスをね犯しちゃったから、マジごめん、ミスったわマジでミスっちゃったけれども、まあ欲しいのはね全部ゲットできたから全然 OK だね。まずカエルとカブトムシとマッスル、第2世代マッスル、第1世代マッスル。見てくれこのマッスル、このマッスル、俺並みのマッスルだぞ、見てくれこれ。やたらいい体してんなおい。いや腕相撲してこいつらと。いや負けるかもなこれ、マジで本気出してもこの筋肉やべえな、素晴らしい筋肉だぜ。でサーファーでしょ、サーファーナメコ、フォアグラナメコ、かわいいよな。マッスル、海水浴ナメコか、これや、こいつもいいね、かわいいわ。でシークレットのカエル様、いやカエル様ですよ、もうカエル様、生類憐れみの霊だね、いいね。でカブトムシ、もうパーフェクトだね。見てくれこの堂々たるナメコたちを、ナメコレクション、ナメコレクション、俺のナメコレクション。まあ友達には散々ゴミゴミ言われてっけれども、俺のトレジャー、いやいいね、素晴らしいぜこれ。上からの図、うぅ、たまんねえぜ。下からの図、たまんねえぜ。最高じゃねえ、マジで。ナメパラダイス、ナメコパラダイス。いや、つうか、ナメコ食いたくなってきたな。よっしゃ、つうことで、ナメコ全種類じゃないけどな。全種類本当はゲットしたんだけれども、ちょっと間違って、あげちゃったな。クソ、やっちまったぜ。まあ、しょうがねえな。まあ、あれだ。次行った時ゲットしてから、これ簡単出るから、ノーマルは。多分一発目出ると思う。うん。よっしゃ、つうことで、また次回ね、違うナメコグッズでお会いしましょう。つうか、ナメコの山新しいの出してほしいな、これ。このシリーズ。俺このシリーズすごい好きなんだよね。また新しいの出ないかな。いいなぁ。ナメコ最高だな。カブトムシ、カエル、マッソー。あ、やべえ、こいつ開けるの忘れてた。いや、間違ってこいつを連れてきてしまったぜ。なんたるミスだ。くそー。いや、まさかね、こんなミスを犯すとはな。でもサーファーナメコ大好きだから全然 OK だけどね。うん。ということで、また次回、違うナメコで。最後はやっぱりね、やっぱりこれでしょう。マッソーナメコバイバイ。いいマッスルだぜ。最高だな。そして、新世界、新世代のマッスル。第二世代マッスルだな。たまんねえぜ。素晴らしいな。